江崎道夫のネットブリーフィング総裁選スペシャルということですね。なんかあの番組名だけ変わって前回の続きのような気がしますけれども、そうですよね、はい、いや両先生はあのいい番組なのにあのさすが取材が大変すぎてレギュラーじゃなくなってるんで、はい、こういう形で、はい、あのリクエストが散々来まくってましたんで、はい、回転方式ですよね。いわゆるこうくるっとこう、はいはい、看板も、まあ、よくある話ですけどね、はいはい、いやまあ、 あの前回の山村先生のあの噂の真相の方で、はい、もう憲法改正って大それたことで、まあ、安倍内閣にとって農政側のチャンスなんだという話は、お聞きしたんですけれども、でその上でですね、まあ、安倍さんは、まあ、今回も総裁選スペシャルなんであれなんですが、9条改正と消費増税 10% を公約に掲げて勝ってしまったと、うん、山先生これはどう。一応そうなんですけど、その要は安倍さんはあの臨時国会からあの憲法改正をまず始めたいって、議論を始めたいっていうですね、ですかことをあの言っておられたのと、はい、まあ、消費税についてはあの予定通り上げるけども、まあ問題はですね、いつ上げるかとか、本来だったら前もって言わなきゃいけないんですけど、本当にあのいつ踏み切るかっていうですね、ことを表示してるっていうわけではないっていう扱いになってるんですね。うん、で、あの要はですね、あの普通ですとあの1年前、はい、来年10月ですからこの10月一日に言うか、うん、はい、それか半年前、はい、来年の4月一日に、まあ、総理自らが言うっていうですね、はい、記者会見をして作って言うっていう、はい、あのいわゆるその表明っていうのをするんですけども、はい、実際あの消費税ってもう安倍さんそのまま言わずに、はい、10月1日からあのもうやりますということで、もうすでに表明してるでしょ、総選挙でも去年行ったし、総裁選でも行ったし、そうなんですよ、だから組み込まれてるってことですか、ね、あれがだからあの私としては反則なんですね、はい、ちゃんとあの総理、一国の総理が消費税上げるときはあのいついつから上げますということを記者会見をきちんと開いて、はい、でそれで述べるっていう機会を作んなきゃいけないんですけど、はい、まあ、今回に限ってはもうなし崩し、まあ、延期してただけだから絶対やるとか言い切っちゃいましたよ。ああまあそれは言ってるんですけど、結局あのねリーマン級のあのショックがあったらどうするんだとかそういう話があの突っ込めないようにしてるんですよね、はい、あれって、はい、で結局それをいくら言ってもダメだっていう形にしてるっていう、うん、跳ね返しもあのまあいわゆるか彼あの安倍総理並みのカンターインテリジェンスをやってるっていうですね、はい、話になってるか来てるんでですね、いや先生あの穏やかな表情ってとんでもないことをおっしゃってるんですけど、前回 あの山田先生の番組で江崎先生が憲法改正は大それたことなんですよ、でも秋に不要意に出すと、消費税やったらこれだけ日本経済おかしくなります、でもしれっとやるっていう結論なんですね、先生、はい、どうなんですかね、これでも本当はあのやっぱりこう消費税上げていくとなると本当にこうあの加速するので、うん、あのいわゆる中小企業の廃業がですよ、はいうん、では本当に加速していくのと、あとですねこの間あの M&A をやっているですね、ある会社の社長さんとですね、うん、あの話をしたんですね。で何の話かっていうと、いやちょっと相談があるって言って僕の連絡が来て、うん、何ですかって言ったら、このもう来年消費増税で廃業する中小企業、その中にですねちゃんとした技術を持っている製造業が結構あるわけです、うん、その製造業を買いたいということで、うん、中国がファンドを作って買いに来てすごい来てるらしいんです、うん、だからこれね、あの消費増税をして中小企業、技術を持っている中小企業が廃業して、それを M&A であの中国のファンドが買うという形で、トヨタやいろんな技術を支えている中核のこのサプライチェーンですよね、あがあの表向き日本企業、経営者は中国人みたいな、このなんて国籍ロンダリングみたいなことを中国はやり始めているので、これ消費増税されると日本の中核の中小企業は一気にやられるんじゃないかっていうことを僕らは見てて怖くなるんだよねって、あ、はい、だからそういうようなことをいや自民党側に の議員にいろいろ言うとやっぱりあの結構考え込むらしいんですよ、うん、はい、うん、
いやまあその江田先生の問題意識で、実は私も恥ずかしながら、この世界に入る1年前まで経済のことなんかは何も関心がない保守っぽい人だったんですけど、やっぱり経済のことを勉強し始めると、あ、そうか、日本経済が悪くて、あのデフレと消費増税で結局日本経済のみならず日本そのものが中国に買い叩かれてるんじゃないかと、でそれをまた安倍さんがやるのかっていう問題意識でこの総裁選見てて、安倍さんと石破さんだと私もそれは安倍さんですよ。でもじゃあ石破さんを応援してる青木幹雄さんはあまり出てこないですけど、小泉進次郎が叩かれて、まあ小泉進次郎さんのことを悪く言うのはまあいいですけど、じゃあ安倍さんのそばにいる二階さん、麻生さん、特に二階さんなんて中国べったりの人だったりですよね、麻生さんなんてどうだか分かんないけど、でどうなんだろう、と思ってまして、そうですね、もうその通りだと思いますね。山本先生は、あの消費税の話でいうとあれですよね、あの本社機能があるところにかけられるわけですよね、はい、でそれで本社機能を中国に移すとかですね、まあ、売却する、でまあ、タック成分として税金逃れに、中小企業の立場だと私もよく分かるんですけど、逃げていきたくなりますよね、特に税金上げられた途端にやっぱり、逃げたいっていう経営者マインドがあると思うんですね、でそうするとその中国と仲良くするっていう今あの親中ムードがですね、あの今度安倍総理が10月に、私が聞いた話では22から24にあの習近平と会談する、中国訪中するっていうスケジュールをもう確定してるらしいんでですね、でそうするともうあの本社機能また中国に移転しようと、まあ、これまでまあ保守系の人がよく言う、もう中国はダメだって言ってたのがもう一回元に戻るっていうことになるわけですね。でそうするとその消費税をあのまあ避けるために中国を利用してくださいと、あの公認するみたいなですね話にもなりかねないような気がするんですけど、でこれはだからあれですよね、だから中国にしてやられるっていう大きな流れはそういう構図と、あと一方ではやっぱりトランプの貿易戦争によってやっぱサプライチェーンを中国に置いとくことがものすごいリスクになってきているので、中国から本社機能のやる製造業をあの日本に戻すという動きも同時に出てきているので、この製造業の中にはだからあの中国から日本に戻そう、もしくはベトナムに移行させようというこの大きなトレンドと、政治主導でなんか中国にもう一度コミットしていこうみたいな動きと両方がこうこのクロスしている状況ですよね今ね、はい、そうですね、いうような今の状況で、どちらかというとあの今の自民党の執行部サイドはあの中国と連携していきましょうよみたいな、まあ安倍総理は別にして、だからいうような乗ってますよね、だからそういう構図が非常にこうまあこういうなんていうかこの非常に分かりづらいですよね、見てると。そこで江田先生お聞きしたんです、トランプが一生懸命米中貿易戦争を仕掛けて、本気でもうレーガンのニクスの再現みたいなことをやろうとしている時に、安倍さんそんなんでトランプとの蜜月っていうのはいつまで続くんですか。まあ、今回ですね、だからトランプと安倍総理がお会いしてどういうことが話をされたのか僕はまだ全然まだ報じられてないので何とも言えないんですが、ただはっきりしていることは引き続き日本の企業がですね中国に進出を続けるという形でやっていくことになると裏切り者扱いされていくのは目に見えていますよね、だからそういう形の臨界点がどっかでやっぱトランプ政権は出てくるはずなので、だからそれが非常に僕は、まあ、もう嫌だなと、嫌だなっていう気はいたしますよね、見てるとね、でそれちょっとあの話題次に行かせていただいて、まあ、あのこれで総裁選終わって、まあ、前の任期から1年ぐらい経ち、改造から1年ぐらい経ったんで、まあ、内閣改造ある、ありますけれども、注目の閣僚というのは両先生いらっしゃいますか。で一つはですね、あの今回、まあ、石破さんに回ったんだけども、2人いましてですね、で1人は小泉進次郎という、まあ、次の総理を狙える、その、まあ、あの若手政治家、で、まあ、今実は37歳なんですけど、40までには閣僚およびにその内閣の中枢をに入っておきたいということを言ってらっしゃるみたいなんで、
小泉進次郎が入れるかどうかっていうことと、はい、まあ、さっき青木さんの絡みで言えばですね、はい、青木さん結局誰にしたいのかっていうと、竹下渉さんじゃないかっていう人もいたんだけど、竹下さんはさすがに総理候補としても、まあ、もう竹下と使えないんでですね、申し訳ないんですけど、うん、でまあおそらくその小渕優子さんだろうと。もう、ここがポイントかな、の一つかなと。閣僚経験者で確か当選7回ぐらいしてません？そうなんですよ、はい、当選7回だけど、まあ、あの1回大臣になってますよね。ですよね、閣僚経験者の大物ですね、はい、だから小渕優子さんはもう大物中の大物のはずなんですよ、うん、ただあのスキャンダルがあって結局今ずっとこう休養中みたいな感じになったんですね、はいはい。で小渕さんって面白いんですけど、あの本を一冊も出してないんですよ、あの人、はい、でもしあれだったら誰か売り込んでいただきたいんですけど、あの要はその総理候補として全然準備をしてない証拠だって言われてまして、うん、でまあ、これからだから本格的に準備、はい、青木さんもそうだし、竹下さんも小渕優子にもう竹下はもう、うん、あの一人に絞るという話になってますよね。茂木さんは、あ、茂木さんは申し訳ないですけど、そう、茂木さん、そうそう、忘れてた。ごめんなさい。先生、一応やりたくてしょうがない人が一人いるんですから。あ、そうですね。はい、あの茂木さんは、まあ、器用な人なんで、あの人は、はい、器用に立ち回ると思うんですけど、はい、まあ、何分あの、総理って言われるとちょっとね、みたいな、そういう、こう。竹下派の後継も無理です。まあとりあえず額賀さんみたいにあの暫定的に継ぐっていうのはあるかもしれませんけど、何気にやらせ笑顔でひどいこと言ってますね。ひどいこと、ズバズバ茂木さんが聞いてた。茂木さん知ってますもん、私は、ね、もう性格から何からよく、ね、はい、存じ上げてるんで、いつでもなんかあの脅していいと言われてますんで、竹下派で言うと自主投票って言われてた割にこれ、明らかに票の操作してますよね。そうですよね、実は鉄の規律じゃないですか、はい、まあ、これちょっとあんまり言えないですけど、その最初に私あの佐藤正久さんというひげの佐藤隊長ですね、はい、あの人に会ったら総裁選の、はい、もう真っ先にでどうしますかと、はい、であの人あの竹下石あの、ね、なんですよ、うん、でということは石破さんに投票しなきゃいけないと、うん、はい、でまあこれもう総裁選終わったんで言っていいと思いますけど、はい、あの私はあの石破さんを最初応援しようと思ってたと、はい、数年前まで、はい、でそれで今回なんでダメだったかというと、もうすでに安倍さんの憲法改正案を支持者とかもそういう人に全部しゃべっちゃってると、はい、で今あの憲法92項、うん、あの撤廃あのをやるっていう話も今更言われても困るって言われててですね、うん、で結局そのどうしますかって言ったら石破さんは支持できないと、うん、で案の定は真っ二つになっちゃったんですよね、うん、竹下はだから要はその小渕さんを支持するか竹下昇さんを支持するかの、うん、まあ、真っ二つだったと思うんですね、うん、ゆくゆく時間的に考えればですね、だから結局そのこれからまあ形成会竹下派っていうのを見ていく場合に、まあこれはもうこれからも分裂していくだろうっていう見立てか、まあ仮にまとまったとしてもその相当強力な球を用意しないとまとまらないっていうのは見て取れましたけどね。でもやっぱり今回竹下派というか青木をするべしと思ったのが、はい、面白いですよ、石破さんですよ、うん、あの石破さんでこんな大前線させたっていうのは恐ろしいですよ。そのまま半分の力であれあの票数ですからね、うん、そうすごいんですよ、すごい、そういう意味じゃもう石破さんと石破さんの石破さんのさっき江崎先生おっしゃった自民党員の力っていうのはまた別のものがあるなっていう気がしましたよね。小渕優子か小泉進次郎が入って面白いぞと注目ですね、うん、はい、江田先生注目の閣僚は、僕は防衛大臣の小野寺さんが留任をするかどうかっていうのが大きなあれだと思いますね、はい、というのはまあ、南西諸島や沖縄尖閣の問題も含めて非常に緊迫をしてて、ネットブリーフィングで何度も言ってたんですが、ミサイルバリア構想といってですね、南西諸島に、うん、まあ、地対艦ミサイル部隊を置くとかですね、そういうさまざまなことを小野寺大臣は非常にこうね、大臣としてリーダーシップを持って全体をこうやっていこうとしているわけですが、その小野寺大臣のリーダーシップに対してやっぱり防衛省の中の内局はかなり心よく思ってなくてですね、まあ、財務省のメンバーと組んでこの小野寺大臣のやろうとしていることをこう潰そうとしているという話もいろいろ聞くんですね、
だこの辺のこのですね、なんていうか、この南西諸島防衛強化路線ということも含めた防衛体制の立て直しということについて、うん、このね、あの小野寺さんを留任させて、うん、そのまま安倍さんはその意向を進めるのか、うん、それとも、ね、財務省の意向を踏まえて、うん、ね、あのこの、ね、防衛体制の、まあ、近代化というかハイテク化を、ね、あのスローダウンさせるのかというのが一つこう僕は見てて非常に注目をしているところですね。うん、いや、あの小野寺大臣が留任するかどうかで安倍内閣の防衛政策は分かる。かなり僕は可能という、うん、あの表向きの文章は、うん、あの変わらないと思うんです、はい、だけど実質的なそのですね、予算の付け方とかですね、その配備の進展のスピードの問題のことを考えると、やっぱり大臣がこれはやっぱり下ごりでやるぞって言ったら進むんですよね、うん、で逆にそれがないとやっぱり官僚のスケジュールで行くので、うん、その官僚のスケジュールでやりたいと思っている人が山ほどあのやっぱ内局や防衛省財務省の中にいるので、うん、彼らから非常にやっぱ小野寺大臣はこの疎んじられているというか、小野寺大臣はやっぱり自分なりの見識を持って安倍総理にこうでやっているので、うん、やっぱその辺のところがどうなっていくのかなっていうのが僕は非常に心配をしてますね。いや、それであのさっきの消費税と、はい、まあ、中国との絡みとも実はつながってくると思うんですけれど、はいはい、やっぱり安倍さんってトランプと仲がいいっていうのがもう、はい、あの今続いてほしい理由の一つだと思うんですけれども、はい、結局トランプがもう自主防衛とか GDP せめて 2% って言っても、安倍さんはそれに、まあ、日本国内の抵抗が落ち着いて乗れなくて、でも安倍首相小野寺防衛大臣だからなんとかそれでも軌道乗ってるみたいなところあるわけです、はい、やってますね。それがダメになるという理解よろしいですか。それがダメに、その小野寺大臣の次に誰が持ってくるかということにも変わった場合ですね、はい、にもよるので、うん、その変わったからダメだというふうに今で僕は即断する気はないんですが、うん、少なくとも小野寺大臣が非常にこう精力的にこの安倍総理の意向を踏みながらトランプとの連携でこうあの安全保障の立て直しにかなり、それもですね、そのなんていうかな、まあ、言い方悪いんですけど、このなんていうかな、このまあ、言い方よくないんですが、あの本当にこの南西諸島にないにも危機がある、うん、もしくは韓国朝鮮半島で危機がある、うん、そのためにどういうふうに自衛隊は変わらなきゃいけないのかということを考えて、自衛隊内部の意識改革も含めたことをやっぱ小野寺大臣はですね、いろいろ動いてやってるんですよ、うん、あの本当にちゃんと対応できるようにしよう、要するに、うん、あのなんていうかおもちゃの兵隊、うん、別に今の自衛隊がおもちゃの兵隊とは言わないんですが、うん、ただ基本的にそういうのがない前提で作ってる自衛隊じゃなくて、うん、本当に危機があった時に対応できる自衛隊にどうやって全体を上げるのかっていうことを小野寺大臣たちが考えている、その動きというものが、うん、このどうなっていくのかっていうのが、うん、僕は非常に見てて心配をしているところですね、うん、なるほど。ちょっと小林さんですけど、うちで財務省ダービーっていうのをやってますんでですね、財務省ダービーであのキーパーソンの一人に挙げさせてもらったのが、あのうちの霊次郎っていうですね、陽次郎さん、陽次郎さん、死刑官、防衛係、防衛担当ですね、防衛担当で、彼は最初も私期待してたんですけど、はい、要するに防衛省の側から言うと、防衛省のある国防族議員に聞いたんですけど、あの今もううちのさんのとこ行っても何でも跳ね返されると、はい、で予算のその外ちょうど概算要求の時にいろいろこう構成をかけてんだけど、彼のガードに弾かれてですね、でとにかく上げてくれないっていう話を聞いたんですけど、はい、遠足先生、あのその辺はそういうどういうこうあのこれを見立てが成り立ちますかね、こういう状況になってるっていうのは。はっきりしているのはですね、やっぱりこの財務省サイドの方はもう明らかにやっぱりこのトランプ安倍ラインでやっぱ日米同盟を実質的に強化させていこうということで、さまざまなことを、まあ、ちょっとあんまりちょっと言えないんですけども、あの動いているものに対してそれをことごとくこう止めている動きがやっぱ財務省と内局にあるので、
このですね、目に見えない圧力っていうか、この壁みたいなものが、うん、とにかくやっぱり、まあ、の真面目に踊れさんたち仕事をやればやるほど、明らかになってきてるんで、これちょっとだからこれでも突破できないと、なんていうのか、まあ、トランプにとの関係悪くなるとかいう話もあるんだけど、我が国の安全保障上これまずいと思いますよね。っていうのは何がまずいのかというと、せっかくですね、やっぱり安倍政権になって、自衛隊の幹部の人たちが、安倍政権の下だったら安全保障の体制立て直しをして、要するに単なるですね、お買い物リストのためのアメリカからこういう兵器買ってあげて喜ばせようみたいなんじゃなくて、実質的に南西諸島の防衛や朝鮮半島に対応できるため の、うん、自衛隊にこう変革できるんじゃないのか、うん、こう期待の中で、やっぱりこの自衛隊の人たちは結構安倍政権の下で頑張ってるんですよ。自主防衛的な、ね、自主防衛っていうか、自主防衛っていう言い方も正しくなくて、本当にちゃんと対応できる自衛隊にしようっていう、危機に対して、でそういう自主防衛っていう、別にそのアメリカとの連携も含めてですけどね、そういうこう形で心あるごく一部のこの制服自衛官の人が結構奮起してやってるわけですよ。はい、わかります。でその動きというものをこう実動化するためには予算なんですね。そうです、そうおっしゃるとおりですね。この予算という問題を結局、まあ、小野寺さんたちは理解して何とかしようとしてくれているんだけども、内局の方の人と財務省の壁で突破できないどころか、まあ、はっきり言うと一部のこの内局の中には小野寺さんをクビにすれば、制服の頑張ってる連中の動きは止めれるみたいな、つまり自衛隊をまともな軍隊にさせない、そういうようなこうニュアンスのことを言う人もいるということを、僕はなんかちらほらですね、OB から聞くんですね。現職の自衛隊の人じゃなくて、そうですね。だから悲劇の引き倒しじゃないんですけど、応援してるふりをして、実は足を引っ張ってるっていう人が大勢いるんですよね、防衛族にはですね。で結局だから例のイージス・アショアの話なんかも、ミサイル一発20億から30億、でそれでアメリカから買わなきゃいけないと、で買わなきゃいいじゃないかっていう話で、防衛力をその自分たちに持っていこう、自力だって言っといて、実は何もしないっていう人たちがいる、でこれ複雑でしょうがないですよね、今の防衛、複雑でしょうがない上に、まあ、こっちあんまりちょっと内情言えない部分もあるんですが、この、まあ、ソースの人たちに目を向けるので、ですね、なんていうのかな、個別の技術だけでいうと日本の圧倒的に上な技術がいっぱいあるわけです、このイージス・アショアの具体的なものや、あと例えばそのミサイルが飛んでくる時の軌道計算に関するいろんなこのスーパーコンピューターの問題も含めた、さまざまな個別のことで言えば圧倒的に日本の上のがいっぱいあるんです、でそういうのを使った方がレベルが圧倒的にぐんと上がる、そういうこともやっぱり考えているやっぱり人が自衛隊の OB なんかにもいっぱいいるわけですが、そういう動きはことごとく潰されて、アメリカから買えばいい、でも中曽根内閣の再現 VTR の、いろいろな感じの動きというのが あるんですよ。なるほど。だから、まあ、ちょっとあんまりこうちょっとこう個別に言うと迷惑かけるからあれですけど、もう十二分にちょっとそういう濃いところに来てますんで、もうとにかく小野寺さんは留任した方がいいわけですね。小野寺さんはそういうことを理解しようと努力はしてくれる人、チャンネルクララとしてはもう余人を持って変えがない人材だと、僕は思いますね。あんまりこういうとなんか逆に潰される可能性もあるいや、それで私の注目ポイント、山本先生も聞きたいんですけど、吉田博美参議院幹事長留任ですか。そうなんですね。だから一応裏切り者っていうことに一応どころじゃなくて一応どころじゃない思いっきり反旗を翻して、ね、安倍さんに大恥
書かせてますが、そうなんですよ、なんか票数見た瞬間、甘利さんが顔面蒼白になったと、評判ですが、はいはい、で一応あの議員バッジというかその議員も辞めるって途中で言い出して、あの総裁選の前だったんですよね、はい、でそれで覚悟を決めてあの反旗翻したっていう経緯もあるんで、はい、だから宏池会 その防波堤みたいな感じになってたと思うんですね、吉田さんが、はい、うん、だからそれで、まあ、吉田さんがもう辞めるなり今回あの首が飛ぶなりっていうことになると、うん、あこれ引いては安倍さんも困ると思うんですよ、その狙いはまさにそこですよね、吉田と二階どっちを取るんだ、そうですそうです、自分議員じゃないから安全地帯で、そうなんです、そうなんです、言うだけ言ってあの競馬やってるっていう競馬と麻雀とタバコ、競馬と麻雀、そうなんですよ、だから、昔よく研究しましたけど、あの馬券場で会えるっていうそういう話ですけどね、なんか馬券場になんか覆面で行ってたとか、あそうなんです、先生、取材行ったの、青木美希夫研究っていう、週刊新潮で4週やったのは私だけなんですけど、はい、でずっと毎週出雲っていうか、まあ、地元の大社町っていうのがあるんですけど、はいはい、大社町に行くか競馬場に行くかどっちかで待ち構えるっていう、はいはい、そういう体制を引いてたんですけど、はい、当たっても当たっても絶対に取材に応じないっていうのが青木さんだった、すごいっすよ、鉄壁のガードだったですね、あの人は、はい、あの柏餅っていうアジア在住の人からですね、はい、なぜメディア青木を報じないのかということを語ってくれた、それをやんないと終われないんですよ、あそうですよね、はい、なんでメディア報じないんですかね、それは一つあれですよ、あの簡単で表向きはそのあの視聴率が取れないからですよ、なるほど、で青木さんあの私もあの週刊新潮であの青木美希夫研究やったらあの部数がガタ減りしたんですよ、ね、なんでこんな前の鈴木宗男研究ってなったんですけど、こんな伸びたのに、はい、青木美希夫だったらこう部数が、はい、あの数万部落ちたって言われてまして、はい、私があのクビになりそうになったっていう、はい、まあ今ね困ってますいろいろね、はい、あの困ってますけど、うん、でいずれにしてもあの視聴率が取れない人っていうふうに青木さん自身も実は見せかけてるんですよ、なるほど、見せてるわけ、見せてるんです、あの人はで本当にあの情報操作が上手い人 で、うん、で自分はダメだダメだと言いながら凄まじい権力を持って凄まじいことを裏でやってるっていうですね、うん、そういう人だったんですね、はい、いや、まあ、青木さんしか増税止めてくれる人いないかなって半分期待して、そういうことですね、はい、いやあのだから青木さんがこれからあの何をするかなっていうのはやっぱりあのもう小渕さんにかけるか、うん、それかもうあの、まあ、茂木敏充さんでちょっともうダメだと思ってる節があるんでですね、はい、でまあ最後はあれあの安倍さんに一泡吹かせる、まあでも今回お灸据えたわけですよね、つまり、まあそうなってますから、ただあのやっぱり先ほどの話じゃないんですけど安倍さんももうあの2つ消費税と憲法改正とネガティブな話こう関門が2つあるんで、はい、そう簡単にはいかないですし、でまあ3年あのもうこれで、うん、あの桂太郎抜けるぞとかでした今日産経新聞書いてましたけどそんなのんきな話じゃない、そんなのんきな話じゃないと思いますけどね、のんきな話じゃないと思いますよね、いや本当にのんきな話じゃないと思いますよこれ、だから本当なあのそういう時に必ず出てくるのが青木さんだと思うんで、青木さんをあのまあテレビ新聞があの報道しないもう一つの理由はですね、はい、でまあ要は青木さんのその手下に、まあ手下っていうか失礼ですけど、はい、吉田さんがいるわけですね、はい、下に、いや失礼じゃなくて手下だと思いますけどこれ以上ないほど部下だと思いますけど、あの私が聞いた話は吉田さんまで取材に応じたくなるんですね、はい、で要は青木さんっていうのはもうしょっちゅう吉田事務所に行ってるらしくてですね、で自分が入ってる時はマスコミ入れないと、うん、でもう入れさせるなというふうに言って、うん、でテレビ新聞あの吉田さんには話聞けなくなるんで、まあ、青木さんには一応こう立ててるっていうですね、でやっぱり二人羽織じゃないかっていう話があってですね、なるほど、でまあ、あの青木さんの息子さんもそうなんですけど、あの青木さんっていうのはコントロールがうまいんで両方、ね、うん、人形を操ってるっていう説があるんですけど、財務省はもう岡本重明さんを散々追いかけたんで、はい、今後の日本の政治は青木美希夫さんを我々は追いかけるという、そうですね、そう、はい、消費税阻止にはあの人が一番だということです、はいはい、先生最後に一言、いやまああのその青木先生を追いかけるというのは大事だと思いますよね、うん、僕もあのこの消費税の問題とか憲法改正の話で、あの自民党の、まあ、いろんな、ね、政治家の皆さんとお話を、まあ、ちょっと裏でするんですが、
やっぱりですね、こう憲法の問題とかなんとかに関しても、こうまあ、中枢の人にちょっと話をすると、で誰と具体的にその憲法の問題とかその辺のところの話をされてますかって聞くと、やっぱ出てくるのは青木先生の名前出てくるんですよね。やっぱ出てくるんですよ。で、なんかいろいろなこうデッドロックになっていくと、青木先生からね、連絡があって、大々先生、ね、いつでも僕はね、お役に立つためにね、皆さんがね、できることがあればさせてもらいますからっていうふうに言って来るらしいですよ。だからやっぱりこの非常に何て言うんですかね、まあ、いやもう引退を一応ね現職ではないわけですが、現職でないのにやっぱり相変わらずすごいやっぱりこの存在感を持っていると、でやっぱり参議院というものがやっぱり憲法改正の時に大きな焦点になるので、はい、その参議院自民党参議院公明党も含めた参議院対策のことを考えると、やはり青木先生が非常にキーマンであるのは間違いないだろうなというふうに僕なんかはもう思うので、うん、まあ、青木先生の動向をこうウォッチするというのは非常に大事だと私も思います。はい、ということで、なんかすごいディープな番組になりましたけど、はいはい、またこのトリオは新鮮ですんで、はい、視聴者の要望があればまたやりたいと思いますので、はい、山田先生、伊沢先生、ありがとうございました。ありがとうございました。